お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちら 2.5 エリババデッキにやっていきたいなと思います。というわけで、1コス4枚シリーズですね。はい、最近1コス4枚入れたデッキをね、ちょっといろいろね、やってるんですけど、今日はエリババ型でやっていくんですけども、あのですね、バランス調整が発表されましてですね、なんとですね、朗報です。朗報？いや、嬉しいか？嬉しいかどうか気はですね、人によっては秘宝かもしれないんですけど、エリババのね、まあ、リワークですね、まあ、調整が入ることが決まって、多分なんですけど、超強化っぽいんですよね。なんか、ですね、詳細としては、HP が上がる。そして、攻撃力も一発のダメージも上がる。そして、攻撃する速度ですね。攻撃速度も上がる。けど、走る速度は落ちるよと。いうような感じですね。まあ、足遅くなるだけで、HP も攻撃力も攻撃速度も上がると考えたら、相当優秀なんじゃないかなと、思ってます。で、まあ、あとは他のね、カードのバランス調整も発表されましてですね、スケルトンラッシュの、この範囲ですね。前までこの紫ゾーンが、まあ、スケルトンが湧くゾーンだったんですけど、この隅っこにしか、円の端っこにしか、まあ、スケルトンが湧かなくなりましたよというところで、防衛ポイズンとかした時に、多分スケルトンがめっちゃ内側から湧いたらタワー殴ってたんですけど、ああいうこともほぼなくなる。もしかしたら、ポイズンで完封だったりだとか、まあ、バルキリーとかで非常に守りやすくなるんじゃないかなというような感じになる。まあ、下方ですね。スケルトンらしは下方だと思います。多分。はい。で、ミニペッカと墓石は確定情報修正で、ミニペは、攻撃速度が上がるというところで、なんか疑惑のね、いやお前それ殴んのみたいな一発が入るようになります。多分。で、墓石は HP が 4%。これで何が変わるのかちょっと未だにわかんないんですけども。で、下方修正がエレキとスパーギーですね。この2枚が下方というか修正されるのあんまなかったので、ね、ちょっと珍しいんですけども、エレキは、攻撃力がね 3.5% 下がります。で、これによって、ガーゴイルですね。今までエレキはガーゴイルに対して2発ね、攻撃したら、処理できてたんですけども、まあ1体にだけ1発当たれば、1体処理、1体に2発当たれば、それ処理みたいな感じだったんですけども、3発いるように、なりましたというところですね。エレキ、うん。なので、ガゴ系がちょっときつくなったって感じですね。で、スパーキーは、ファーストヒットですね。初撃が下方されましたよというところで、これも結構痛い下方なんじゃないかなと、そう思いますというところでね、まあ、エリババがね、まあ、実質強化されると思うんです。で、個人的にもうぶっ壊れレベルだと思うんですよ。マジで。強すぎるゾーンに行ってしまうんじゃないかなという見解をね、してますので、今日はね、まだ強化されてないんですけども、強化される前のね、エリババをちょっと皆さんにね、お見せしておきたいなと思います。なので、まあ、この状態のエリババで勝てるのならば、強化されたら鬼強いですからね。まあ、まあ、エリババ自体最強になるんですけども、エリババって走るの速いのも強いじゃないですか。こうタワーに鬼ダッシュしていくみたいな。まあでもそれが弱くなるので、橋前エリババの性能としては、ちょっと、劣るようになるんじゃないかなというところで、まあこれでも殴る速度が上がって、HP も上がって、攻撃力も上がるので、もっともっとね、重くなるんですよ、一発一発が。と考えたときに、まあ、なんか、橋前エリババが強いというよりかは、こうジャイプラスのエリババだったり、なんか、ゴレプラスの、こう、後衛にいるね、エリババが個人的に鬼強いんじゃないかなと。歩くの、てか走るの遅くなったら、ちょうどいいじゃないですか。ジャイの後ろにちゃんとついてくれて、みたいな。まあ、なので、普通に、なんか、一時あった気がするんですけどね、ジャイとかゴレにエリババが入っていたり、みたいな。まあ、なかったかな。ちょっと曖昧なんですけども、普通にエリババ使えるくねっていう、状況にもしかしたらなりますね。プロリーグとかでエリババ使われるみたいな。世界大会でエリババ登場みたいな。今までだったらネタだったんですけど。いや、マジでワンチャンありますからね。っていうような修正内容が、決まりましたというところで、ね、ちょっとね、まあ、また情報修正されてからも、エリババ使いたいですね。で、このデッキは、ウィザード、エリババといえば、
なんかウィザードだったりレイジじゃないですか。エリバはレイジで突っ込んでスケルトン部隊にザップ打つみたいな。でウィザードとセットみたいなのがまあ当たり前ですので、ね、ちょっとねウィザードエリバまで。でウィザードが空ねウィザードしかないんですけど、あの1コス4枚なので1コス4枚ウィザードで1コス4枚されたらまたウィザードが回ってくると、まあ、いうところでは空にもね非常に優秀でございます。さあヒースピで回復してあげてよいしょ。さあでこのちょっとミニペプカもね強化されますね。これあれが来ますよ、ギャングカモン。おヒースピーザップ、いやこのザップがね結構優秀ですよね。よいしょ、さあさあさあ、いやビリ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 、いやワンチャンこれキングまでいける説ある。エリババまあ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 削ってくれましたね。いやー楽しみだなー、マジでぶっ壊れだと思うんですけどね個人的に。だってこれが歩くのまあ遅くなりますよ、そんな変わんないじゃないですか。なんか走るのが浅い遅い早い遅いってなんかそこもね個人的には気にしてないんですけど、もともと HP が少なかったので HP 強化がまずでかい。しかも 14% かな上がるので結構上がるのと、もともと一発の火力も高いんですよこいつ。それがさらに高くなって殴る速度はまあまあかな、それが早ちょっと速くなるので気持ちいい。なんか普通にゴレとかジャイとか余裕でボコボコにできるんじゃねえかっていう、まあ脅威ですよね。エリババ使う人からしたらもう天国今まで以上にエリババチンパンしやすくなりますしね、より楽しくなると思うんですけど、格上にねこう悩んでる人たちというか普段苦しんでる人たちからしたらマジで地獄天国な人もいれば地獄な人もいるみたいな感じですね今回の修正は。よいしょ、さあというわけでこのねエリババで頑張れ。おウィザードもいる。これどっちかにリガーつなげたいんですけど左ちょっと間に合わないんでね右に行きます。あースケルトン部隊いますね。ああいうスケルトン部隊をザップとかでね、これからはちょっと縛っていきたいですね。で、レキ一発受ける。LSP とザップで、完封できそう。オーケー、ナイス。LSP だけでも結構抑えられるんですね、ゴブリンバレルは。まあ、今、スケがいたので、ザップ一応受けましたね。スケと LSP でほぼ完封レベル。1さえうまいことやればできますね。さあ、というわけで、ここっちゃんスケアミと、ゴブリンバレル。がいましたね。あとはちょっと見てないラム、バルキリホグでしたね。バルキリホグか。でどうしようかな、エリババで攻めてもいいんですけど、まあ、一旦ちょっとディガーでね、なんかディガーで3コスでね、まあ、様子見て、まあ、エリババ暇だったらセパしてもいいですね、まあ、優秀ですからねこいつ。あ来ましたね、ホグが来る。これ一回どけてからエリババアイスピとかでちょっと守りたいですね綺麗に。よいしょ、さあホグ2発で許容して、でここスケルトン部隊がね多分来るんで真ん中かこっちでしたね。おいオーケー、いやこれ、ね、気持ちいいですよね。あの本当に普段エリババに苦しんでる人はこの動画も見ない方がいいかもしれない。エリババで楽しむ姿はねちょっとお見せする動画ですので今回は。さあ、いやこれちょっとやばい。あでもウィザードがワンパンする。いやウィザード OP ですね。いやーこれちょっとアイスピで止めて、よいしょ、さあ来ましたよこれ最強戦術エリババウィザードで、リガーも添えてヒースピも添えてスケルトン部隊にはザップ確定っていうね、相手からしたら地獄。ほらパーンでヒースピでこのエリババがね回復するっていう。いやしかもいややば、もともと2発でエレキ処理できるんですね。まあそれは変わらずというところで火力上がるもんな。カウンター性能に強くなった気がしますね。これちょっとなんか、ええ感じに守れそう。ええ感じに。で、これヒースピでちょっと回復させてあげたいですね。で、スケルトン部隊にザップ。で、ディガを通して、OK。で、ワンチャンこれ、エリババが、逆落としてくれる説もある。いや、ちょっとやばいですね。ウィザードと、あ、やばい。ちょっと待って。危ない。あ、痛い。ちょっと待って。ワンチャン負けるな。あと150ですね。気づけば。これ LSP で多分許容できそう。OK。あともディガーザップすれば、これザップ大事っすね。ザップのコストだけ取って、OK。ディガーが入れば問題ないので、よし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 。エリババのね、圧がね、やばいですよね。エリババさすがに抑えないと、一発どんぐらいあるんですかね。抑えないといけないので、まあディガーが刺さるよねというようなところですね。さあ、エリババレベル9だこいつ。
一発170ですね。まあ2体いるので2体が殴ればまあ350ぐらいあるので、これ結構優秀ですね。さあどんどん行きましょう。いやー、これが強化されるもんな、マジで地獄っすよね。マジで言っちゃ悪いけど地獄っすよねこれ。だってレベル11とか10とかで頑張ってたらレベル13あれば降ってきますからね。まあ、しょうがないですけどね、それはもう。本当にレベルを上げるしかないので、まあ、文句言ってもね、何も変わらないんですけど、頑張ってください。頑張ってくださいとしか言えないですね。さあ、LSP とか ISP とかで、あ、スケに行ってる。いいね。いいね。さあ、今回相手はプリンセスとガゴムレなので、めっちゃ小物系ですね。刺さりますよ。僕だって、スピー3体、ん?スピーと、スピー、3体じゃねえな。スピが、ん?ヒースピー、LSP、ISP か、そう、スピが3体いるので、普通にね、小物系には強いですね。ウィザードもいるので。さあ、どんどんもう、チンパンの死骸がね、ありますよ。チンパン刺さるな。うわー、こくつ。アウプリ?いや、でもプリンセスいる。スケブいたっけ?いないな。アウプリか?さては、KK ファン。アウプリっぽいですよね。あのプリンセスやだな、僕。あ、違う、ユーノの、ユーノ?アウトロはムートユーノ枯渇みたいな。ユーノです。ムートがいんのか、プリンスがいんのか。まあ、そんな感じかな。はい。いやー、どう、なんか、アウトローとかの突破を、まあ、LSP ザップ。LSP ザップであれ、突破のかな。悩ましいですね。やべ、LSP 使ってもうた。痛え。枯渇ちょっと痛いですね。まあまあまあ、どうにかね。ワンパン、ワンパンってか、まあ、エリババなので、可能性は無限大でございますよ。よいしょ。さあ、これ、ウィザードね。ウィザード、あれか、思ってるよ。範囲が短いんだな、こいつ。俺の知ってるウィザードじゃねえ。もうちょっと範囲がね、広いと思ってるんですね、僕。マスケぐらい射程があると思ってるんで、さっきからあんな感じでね、事故ってますね。やばいな、ちょっとやばい。で、まあ、ロキがワンチャン来る。あ、でも、ウィザード OP、ウィザード 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 OP、ウィザード、ウィザード頑張れ。いや、いい。いやー、で、ワンチャンやべえの。あ、ダクプリあっち行ったの、でけえ。いや、残れ、ワンチャン。いや、これ、神のザップでねえかな。いや、ワンチャンやな、神のザップで。いや、しかも、ビリビリで、うわ、行かない。いや、ワンチャンあるかな。いやー、待てよ。これ考えろ。エリババで、まずバレル回収をします。いや、来ない。なんで、なんで、あ、ロケだ。やめてくれ。やめてくれ。いや、マジで、ウッドじゃ耐える。いや、ウッドじゃ耐える。あ、待って、これ、に来た。2周目エリババで、え、マジでワンチャンある。マジであるっす。これで、もう1枚あっちに裂け。いや、裂かねえか。いや、待って、マジでワンチャン、マジでワンチャン。本当にワンチャンある。え、あるあるある。待って、こっちタップか。いっぱい、1体しかねえ。あ、待って、やばい。使った。やめて。え、あはー。いや、届かないかな。いやー、ちょっとね、これやったっすね。ちょっとプレイの方に問題があったんですけど。いや、これ勝ちたかったなー。エリババの可能性ですね。リガーがあるので、プリンセスとかも処理できたので、これはちょっと勝たなきゃいけない感じでしたね。まあまあまあ、まだね、強化されてないので、最強のセリフね。強化されたら、もう今の余裕ですがって、強化される前でこれなので、強化した後だったら負けるわけがないですね。さあ。というわけでね、最強の言い訳。強化されちまえばマジで負けない気がするな。ウィザードエリババ。で、まあ暇だったら、とりあえずセパしとけばいいですよね。安牌。で、相手のユニットとかに合わせて、まあ、なんかディガー飛ばすなり、ウィザード合わせるなりみたいな。さあ、今回相手はババクワトリトンですね。なんだ。とりあえず、まあ、ババコにはウィザード合わせておけばいいかな。で、トリトンなので、ロイフグ、んロイジェイかロイジェイっぽいですね。いや、でも、ウィザードがババコにめちゃくちゃ強い。これ、全回収してくれる。しかもトリトンもいないから、ちょうど対空のターンで、対空のターンだと思うので、まあ、タルボーとか来たら延命したいな。よいしょ。さあ、一生延命して、待って、くしゃみで積んできた。え、いいよ。で、なんなら、これを、いや、これ何で受けるか迷ったな。オッケーオッケー、エリババ。いや、エリババ、うわロイジェイか。ババコロイジェイですね。さあさあさあ。
いや、いけますよ。いけますよ、これ。相手今、ファイブオサイター。ファイブオサイターなんで、今僕のウィザードは最強状態、スター状態みたいなもんですね。で、エリババだなー。これ、ぶっ刺すそうっすね、マジでエリババ。いつぶっ刺すかなんですけど、あー、これ駆け引きに負けた。同歳じゃねえの、辛いっすね。あ、でも、これ、今エリババ飛ばすと、絶対きついっすよ。7コス咲いてるんで、いけ。チンパン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 でヒースピ添えてあげて、やばい、俺のウィザード、俺のウィザード、俺のウィザードだけは、あー、全然ウィザード、お前はもうジジイか、もうちょっと頑張れそうなんだけどな。で、これ8枚取れたんだか来んのかな。あ、でもこれウィズで、ウィズ OP、 ウィザード OP。 あ、これ相手ファイブ使った、フルカウンターの舞。さあ、いいぞ。で、ここでエレキあれ2発でやれるんだよな。待って、全然死んでねえ。ザップで、そうだ、神のザップした？あれ？いやー、エリババ。エリババ？全然優秀じゃねえな。エリとかこいつ本当に。解明しちゃろうかな。なんか、自分でね、名前いじってやりたいですよね。このユニットの名前みたいな。いじれないのかな？なんか。かわいそう。あ、回復もできねえ。いや、マジでダメだな、こいつ。ちょっと待てよ。いや、まだあるな。これ一旦逆サイに行って、相手ファイブ押さえたんで、まあ、ここのウィザードが最強ですね。で、これ。オッケーオッケー。怪我させたくないですね。あ、ケツ。ケッチャンしてきたな。ケッチャンしてきたら、行くしかないでしょう。こんなんもう。イケイケどんどんですよ。イケイケどんどん。イケイケどんどんで、ヒースピが、ヒースピが、いや、めっちゃ、え、待って。俺のウィザードやばくね？エレキ溶かしたよ。エレキ溶かした。ごめんね。あ、てか、エリートウィザードにしてあげようかな。さて、名前。あの、エリババ全然活躍しねえから、エリートウィザードに改名してやりたい。え、めっちゃ強くね？ちょっと待って待って。ウィザード、やっぱお前だよな、本当に。あいつはクビだよな。わかるよ、その気持ち。さあ、これ、ディガーで実は逆サイドのターゲを取っているってやつですね。まあ、そんなおしゃれをすることねえんだけどね。知ったところで何も変わってないんですけど。でも、ここでババコ、うわ！キング移動、うまい！でも、ここで、そう、それができたならば、次がね、めっちゃいいんですよ。これ、ワンチャン5来ねえかな？いや、来ねえか。あ、来た。いや！いけ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 。いや、マジで。ワンチャンありそうなんだけど、さっきから。さっきからすげえ。あ、これ、ザップって。あ、やばいやばいやばい。フルカウンター来る。いや、でももう全部エリートウィザードなんで、僕のウィザードは。僕のウィザードはエリート。よいしょ、さあ。よしよしよし。ウィザード。お前だけはね、信用してるからな。よいしょ。さあ、いやー、あとちょっとだな、これ。右、削れるかな。いや、削り勝てない気がするな。左行きます。うん、レディゴー、走れ、リババーン。よいしょ。さあ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 。で、まだこっち頑張ってもらって、待って、一生ね。一生頑張ってもらって、一生、あれ？やばいやばい、逆がやばくなってきたな、あれ？待って、時間が欲しいな、僕。僕、時間が欲しくなってきた。あれれー。ちょっとね、負けちゃいましたね、多分。あ、まあ、僕の家のババがまだエリートに慣れてないので、僕のババがね、次ね、ちょっと、環境変わりますと、情報修正されるとね、まあ、いうところで、そうなると、もう超絶エリートババリアになってくれるっぽいので、まあ、今回は、まあ、しょうがないという感じでね、次ね、いや、マジで次使った時にはもう、ボッコボコにね、エリババで暴れたいですね。超害悪になっちゃおうかなと思います。エリババね。いや、マジで、ジャイエリババ。ジャイじゃなくてもいいな。なんでもいいな、エリババ。普通に高回転エリババとか、神技デッキとか、古女ババとか、ユーノとかで攻めるデッキとかに、エリババとか入ってきても全然おかしくないと思いますね。よろしく。さあ、てなわけで、ちょっとね、負けてるな、今日。2敗ぐらいした説があるので、ちょっとね、ここで勝っていきたいところで、ございます。さあ、ヒースピー1体目無視。何体目のヒースピーで対応してくれるかですね。2体目も無視という感じでね。一生1コス投げとくわ。で、エリババって意外とバルキリーなんかね、嫌なんですよね。すごい止まっちゃうんですけど。今、バルキリー裂いてくれたので、チャンスですね。よいしょ、さあ。おい、一コス連盟してあげて。いやー、これもうね、逆サイぶっぱ。いけ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 。ウィザードの前につけてもよかったですね。
つけてもよかったぶっちゃけ。まあでもこれウィザードで処理しつつね。あーで、出て、いやこれめっちゃやりますよ。さあ4発ぐらい、1、2、あたけ、おう3発、やば、今ので1600まで削るってえぐいっすよね、正直なところ。さあこれも一回ね、ウィザードと1コスで遊びます。よいしょ。よいしょ。いやー殴るな。あーまあまあ、ファイアボで行かれるけど、相手のスプレーがちょっとわかんないですね。で、これ、いや、一回ステイでオーブン壊せそうですね。さあ、相手のデッキは何でしょうか？僕はね、エリートじゃないババを持ってるぞ。来んのか？来たー。よいしょ。さあ、エリートじゃないババ。いや、でも、いや、いいよ。あれ？今日どうした？あ、一体。一体ミステル。いや、いいぞ。いったやが走っていく。ああ、バリキリか。バリキリ強いな、マジで。まあでも、エリババって、こう、意外とね、こう、なんだろう、端前でエリババ出す場面もあれば、なんか縦ユニットの後ろにつけることもできるんですけど、セバもできるんですよね、こいつ実は。そう、今一生こう固めてるんですけど、セバもできるので、とりあえずじゃあセパって言いましょうと。で、これ見て、1コスで回すんですよ。で、はい、回った。まあ、最後ちょっとディガーで回したんでね。このマスキューショット処理するためだけにね。あ、待って、逆性がいい。さては、エリババ実はセパレートの方が強い説がある、これ。さあ。で、これ相手がね、あいつ出してきたんですけど、僕もうこれでね、回るんで、こんにちは。さあ、エリババ、もう一回活躍するんだ。よしよしよし。で、オーブン地味に厄介ですね。これマスキューがここに来ますよ。マスケよ、んバチコリーン、よいしょ。そうそうそう。で、エリババ、エリババを回復するためだけに、いや、めっちゃいい。え、めっちゃいい、ヤクザ。出た。いや、あいつ、みかんさんが一緒言ってたな。あ、去年、なんか、ヤクザだって、ヤクザ、ヤクザって、よく言ってる気がした。ほら、エリババ。いやー、いいな。ヤクザバーバリアンっていう名前にしたいですね、この子。優秀ですね。さあ、というわけで、まあ、下方、ん？情報修正される前のエリババね、超高回転やったんですけど、ちょっとね、情報修正されてからまたちょっとやりたいと思いますね、リベンジと。まあ、いうところでね、皆さんぜひ今の間にね、エリババのレベルを上げましょうというところでね、ちょっとね、13にね、しとこうかなと思います。いや、12でいいや。はい。じゃあね、終わります。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方も、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。